プレゼント企画やってます。どうもドーゾルです。はい、ということで本日もこちらブロスタゲーム実況プレイのをやっていきたいと思います。さあということで今日のねこの動画ではブロスタにおいて最も重要と言っても過言ではない、役割ミッドとサイドについて話していきたいなと思います。この話はね何回か、したことがあるのでまたかという方もいらっしゃると思うんですが、やっぱりまだね、ブロスターやってる方の中で、サイドとミッドっていうの何それって知らない方も、いらっしゃって、結構ねブロスターの根本となる部分なのでこれね絶対知っといた方がいいです。で前回説明した時はちょっと難しく話しすぎたかもしれないので今日のこの動画ではめちゃめちゃ簡単に話します。なので今日この動画を見てくれてる人はミッドとサイド最低限押さえていただいて、今後の立ち回りね、参考にしていただければなと思います。まあ、どんなゲームでもどんなスポーツでも根本となる一番大事な部分ってやっぱあるじゃないですか。ゴールキーパー11人の、サッカーチームが勝てないのと同様で、僧侶4人の、パーティーがこうラスボスに勝てないのと一緒で、やっぱりパーティーのバランスだったりだとか役割分担っていうのは本当にこのブロスターにおいてめちゃめちゃ重要な、要素になってきますので、ぜひこの動画で押さえてください。ということで前置きがちょっと長くなってしまったんですが、それぞれね3対3で戦うエメラルドハントの話です。でエメラルドハントって真ん中からエメラルドが出てきて、まあ、それぞれ10個を奪い合うっていう、そういうゲームモードなんですけれども、3対3で戦うときにそれぞれ役割があるんですよね。で3人のうち1人がミッドと言われる役で、2人がサイドって言われる役を、担います。でミッドの人の役割としてはエメラルドを回収する役目ですね。真ん中に常にいて、エメラルドを回収する。でもう1つ、大事な役割があって死なないこれが難しいんですけど、ミッドの人が死んでしまうと、まあ、結構全てが、崩れます。なんで上手いミッドの人は、やられないんですよね。だからミッドの、人の役割としては死なないように、立ち回ってエメラルドを回収していく。これが一番、重要になります。でサイドの人の、役割何かっていうと、サイドの人は死なないことが役割ではなくて、前線を押し上げるっていう役があります。前線を押し上げるってどういうことかっていうと、まあ、目の前にいる、おそらくね相手もサイドとミッドで来ると思うんですが、目の前にいる、敵をやっつける、で目の前のいる敵と打ち合って、自分がどん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 上に上にと、行くようにこう動いていく。で上に行けば行くほどこのゲームって実は有利になっていて、あ別に上に行っても、何も変わらないじゃんって思う方いるかと思うんですけれども、ミッドの人がね、味方のサイドが上がってくれてた方が、前線が上がってくれていた方が、そう横から打たれるリスクがないのでグッと上がれるんですよね。逆に、前線を下げられていて相手に押されている場合って、ミッドの人がエメラルド拾いに真ん中グッと前に出るとこう横からね、打たれて、しかも前から相手のミッドにも打たれるとクロス射撃を受けてしまうので、よりやられやすくなる、前に出にくくなると、言ったところで、こうサイドがどれだけ前線を押し上げれるかっていうのがすごく、このミッドがね、安全で立ち回れるかも、関わってきますので大事なことになってきます。というところも含めて、今日の、話をまとめると、サイドとミッドっていう役割がそれぞれあります。でサイドは2人、両サイドですね、右と左に1人ずつ、そしてミッドは真ん中に1人で、そんな感じで3人で立ち回っていくんですが、ミッドの人は絶対にやられないように立ち回る。でサイドの人は、目の前の敵をやっつけて、もし目の前に敵がいない時は、相手のミッドを攻撃しに行ったりとか、あとは、裏に回ってね、サイドが相手のサイドがいない場合は裏に回って、で後ろから相手を攻撃することによって挟み撃ちができたり、まあ、そういったね、得意な立ち回りっていうのができるようになるので、まあ、そういったところを、気をつけながら、ミッドとサイドがそれぞれ、戦っていくっていうのがもう一番根本の、部分になります。これね、私が何本も動画を上げているんですけれども、結構ね知らないっていう方もいるし、ちょっと小難しいっていう人も中にはやっぱいると思うんですが、今日の動画で、押さえていただければなと思います。まあ、ここまで聞いてくれてる人はおそらく理解してくれたんじゃないかなといったところで、まだわからないっていう方はね、ぜひ私図解でホワイトボードを使って解説してる動画もありますので、ぜひそちらも見ていただければなと思います。さあということで熱く語ってしまったんですが、じゃあね、実際にどのキャラクターがサイドでどのキャラクターがミッドなんだと、実はね、それぞれキャラクターによってミッド向きかサイド向きかっていうのが決まっておりまして、ミッドの方が少ないんでミッドの、話をしていきます。ミッドはまずジェシーですね。大砲を置いてくれるジェシー、そして、上級者向けボーでございます。こいつトロフィー3000になるとゲットできます。ボー、そしてあとペニーですね。ジェシーとペニーは大砲とか迫撃砲とか置けるので、まあ、すごいミッド向きでございます。であとは回復役の、パムですね。回復装置を置けるパムと、さらには、回復ができるポコ、あれポコどこ行った、ポコこちらですね、ポコで、もう一つが、長射程のエリザベス、以上が、まあ、ミッドキャラです。もちろんね、
他のやつがサイドなんですけれども、サイドキャラクターとミッドキャラがこうどっちも使えるやつだったりだとか、あとサイドのキャラクターをあえてミッドで使うみたいな採用もあるんですけれども、まあ、基本をまずは抑えるのが大事かなと思うので、まあ、一旦、そこのね、ミッドのキャラクターっていうのを紹介させていただきました。で、初心者によりおすすめなのは個人的にはポコ、こいつはもうすごい使いやすいのと、あと回復ができるので、最後あのサイドのね、味方がやばいって時に、まあ、回復でこう援護することがしやすかったりだとか、あとパムもすごい使いやすいですよね。回復装置を自分で使えるので、まあ、自分が死なないっていうのももちろんですし、まあ、射程距離もすごい長くてね、あのいろいろ使えるかなと思います。あとはね、ジェシーとペニーはすごいこうキャラクターとしてサイドでも使える、キャラクターですごい強いっていうのと、あとエリザベス と、ボーに関しては少し、上級者向けかなと思います。特にエリザベスなんかはね、めちゃめちゃあの体力が少ないので、まあ、やられやすい、でも死んじゃいけないと、言ったところで、まあ、あのうまくね、相手にこう攻撃を当てたりだとか、あと相手の攻撃を避けるスキルっていうのが必要になってきますので、より上級者向けの、ミッドのキャラクターとなっていきます。ということで、本日はもうベラベラと喋、ってきたわけなんですけれども、まあ、一旦ミッドとサイドについてとそれぞれのキャラクターっていうのはこの動画で話すことができたと思いますので、まあ、一旦今日の動画はじゃあそんな感じで、ご理解いただけたかなと思います。すいません、なんかね、学校の勉強みたいになっちゃって、なんか個人的にはもっと面白い動画もたくさんあげたいんだけど、割とこのサイドとミッドっていうのを理解するとすごい立ち回りがね、意思疎通が取りやすくなって、それぞれの役割がこう分かりやすくなるので、ね、連携が取りやすくなるんですよね、通話してなくても。なんでよりこう3対3がこう奥深いものになるというか楽しくなるかなというところで、ちょっとね、いつもよりこう詳しめにいろいろ解説させていただきました。といったところで、じゃあちょっと実際に、私あんまミッドやらないんで、ミッドキャラクターで、対戦行ってみましょうか。味方を揃えて、対戦行きたいと思います。さあ、ということでやっていきたいと思います。今回はね、パムを使っております。まあ、パムとポコはね、射程もすごい広くて相手に攻撃当てやすいのと、自ら回復 の、 攻撃を持っているので、特殊がね、回復向けなので、すごいこのあれ向けですね、ミッド向けですね。さあ、ちょっと体力がやばいのでしっかり回復して、ここはちょっとサイドの、しっかり補助をしていくといった感じで、ここの後ろに今筋肉マンがいるんで、筋肉マンをしっかり炙り出しつつ、やばいやばい、ここは回復装置は置いていきましょう。やばい、これちょっとだいぶサイド押されてますね。うまくサイドの援護をしていきながらちゃんと回復していきたい。やばい、ナイス、オッケーオッケー、熱い熱い。さあ、ここはやっつけて、逃げてった、うまい。さあ、逃げられました。1回回復しましょうか。今エメラルドが相手の方がだいぶ保有しているんですが、まあ、でも前線かなり押し上がっていて、このまま出さなければ熱いですね。 OK、 ナイス。さあ、相手のあそこのエメラルド取りに行きたいけど、あんまり無理して取りに行くと、やられちまうから、1回ね、こうしっかり引きながら、さあ、サイドの援護をしていきます。ミッドは本当にね、視野が広くないと、結構目の前の敵ばっかりを相手してると、まあ、すぐやられてしまうので難しいですよね。さあ、サム、やばい、挟まれた。これはしっかり処理して、まあ、ここはやられないようにね。 OK、 ナイス。味方にちゃんと任せることも重要。 OK、 ここはもう下がって、これ勝ちましたかね。あとダイナマイクがやられないように援護しながらしっかり下がって、 OK、ナイス、 OK です OK です。こんな感じで、しっかり真ん中でサイドを見ながら、状況を見てね、回復して、下がるときは下がる、もう本当にミッドの人がやられないっていうのがめちゃめちゃ重要になってきますので、まあ、そういった立ち回りを、気にしていきます。逆にサイドの人は、今みたいな感じでこうちょっと自分が押されてるなっていうときはサイドに、援護を求めたりだとか、うまく連携を取っていくっていう感じですね。私もミッドね、そこまで、やってないので、基本的にサイドキャラクターばっかりなので、まあ、ミッド改めて難しいですね。この押しちゃいけないっていうか、あんまりこう攻めすぎちゃうと、まあ、どうしても不利になっちゃうので。ナイス、惜しい。おお、来た、これやばい、これやばい、死んでしまった、ごめんこれは全滅ですね。いや、これは一番やっちゃいけん。せめて自分の持ってるエメラルドだけは持って逃げるっていうのが。
さあお互い回復装置を置いていますが、相手がこれ左側から来るんで、ここはもうガンガン押してあげて、オッケーオッケー。これはゴリゴリザウルス。さあナイス、うまい。これはエメラルド取りながらちょっと無理はしないように私は回復していきます。ナイス。ここエメラルド取りに来るんで、しっかり前線押し上げてあげる。前線が上がってると今みたいな感じで真ん中から湧いてくるエメラルドが回収しやすかったりするんで、 OK。 さあいいですね、素晴らしい。ただ相手の結構あれだな、 OK。 相手のパームおばさんがもう4個持ってる。相手すごいな、回復パーティーですね。結構ねこのポコとあのパモおばさんが、入ってる回復パーティーも多いんですけど、これだとあんま火力が出ないんで、めちゃめちゃ怖いってわけではないですね。さあここはしっかりとダメージを与えつつ、 OKOKOK 押していこう押していこう。ナイスナイス。さあここはやばいやばい、やられないようにしながら、私が10個持てば残りのね味方は押していけるので、一応10個まで取って、あとはもうガン下がりします。ここも自分が攻撃しないようにしながら回復して OK ですね。そんな感じでございますこんな感じでございますってドヤ顔で言うほど、あのミッドはね、使いこなしてないっていうか、ミッドの役割はあんまり経験が薄いんですけれども、まあ、今みたいな感じで、あの死なないことを気をつけながら、押したり引いたりしながら、立ち回っていくっていうのがすごく、重要ですね。じゃあ次ラストいきましょう。お、日本の方だ。それぞれ多分サイドの人たちはね、どっちが右左っていうのがある程度分かっているので、あ、これどっちでも基本的には変わりません。地形が左右非対称のところが多いので、相手もちゃんと今回はサイドミッドが分かってます。さっきの人たちは結構サイドミッドが危う、あのどっちもどっちみたいな感じだったので、いやーこれちょっと右が押されてるな。というのも右のね、あのダイナマイクが割とフランケンに対してあのきついので、押されちゃっても仕方ないんですよね。もちろんキャラクターごとの相性もあるんで、キャラクターの相性が悪いときは左右入れ替えてあげるとか、結構そういうので対応していきます。うまい、ナイス。さあこっちがエメラルドほとんど取れてないからガンガン押していきたいけど、フランケンがやっぱ怖いですよね。あいつウルトが強いから。危ない、ナイス。さあいい感じに押し返している。 OK。自分が体力あるときは割とゴリゴリ押してて、ハムはね、結構範囲攻撃が広いんで、しっかり前線を押し上げてって、あの相手に攻撃を当てて回復させないっていうのも大事ですね。あ、ウルト構えてる。 OK、 ナイス。私が前に出すぎてフランケンのウルト食らって、あの一撃でやられないように、ここは下がる。 OK、 ナイス。いいですね、味方との連携を取りながら、ちゃんとこの中心部をあのこっちのチームが抑えているんで、今んとこ安泰。いやーただ怖い、怖いよ怖いよ。 OK、 ナイス。ここはちょっと出すぎないようにしながら、私が今10個取ってるんで、ここはもうガン下がりでいいですね。さあここはもう草むらに隠れて、あ、来るかなこれ。OK、 ナイス今隠れたまんまでよかったね。さあという感じで、立ち回っていきました。まあ、結構ね、これを意識するとしないとでは本当にこの3人の連携というのが、見違えてくると思いますので、まあ、ちょっと、小難しい話ね、役割とか、まあ、私もあんまりね小難しい話にしたくないので結構分かりやすく説明したつもりですが、もしね、まだ分からないことがあったりですとか、あとこれはどうなんですかみたいなやつがあれば、私も一緒に今勉強中なので、ぜひね皆さんと一緒にいろいろブロスター上手くなっていきたいなと思っておりますので、コメントよろしくお願いいたします。ということで、じゃあ本日の、動画はミッドとサイドについてでございました。またね、いろいろブロスターの動画、面白い動画も上げていきたいと思いますので、チャンネル登録お済みでない方、チャンネル登録もよろしくお願いいたします。あのミッドとサイド知らない方に関してはね、この動画を、おすすめしといてください。クラメンとかね、よろしくお願いします。ということで、じゃあ本日の動画はこんな感じで、また次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。